お忙しいところご視聴いただきありがとうございます。代表取締役社長のシンでございます。本日は2025年1月期第1四半期の決算説明をさせていただきます。まずは簡単にジェンダの概要のご説明から始めさせていただきます。人が人らしく生きるために楽しさは不可欠と考え、ジェンダは世界中の人々の人生をより楽しくというアスピレーションを掲げています。スピードイズキング、グリッド&グリッド、エンジョイアワジャーニーという3つのジェンダーバリューを行動指針に、日々新しい挑戦を続け、世界一のエンターテインメント企業になることを目指しています。現在のエンタメビジネスは、アニメ等の IP コンテンツをエンタメのプラットフォームを通じてファンへ届けるという構造だと考えています。ジェンダは、まずプラットフォームを当面の成長戦略の中心に据えつつ、中長期的には IP コンテンツ領域への進出も加速していく方針です。国内事業の着実な業績拡大と積極的な海外事業展開がもたらす連続的な成長を基盤に、エンタメプラットフォームとエンタメコンテンツの両領域における M&A を積み重ね、グローバルに展開するジェンダーエンタメ経済圏の構築を目指します。このようにして事業ポートフォリオを盤石にすることで、千変万化なエンタメ事業のボラティリティを超えていけると考えています。M&A のトラックレコードです。創業来30件目となる米国事業での念願のナショナルエンターテインメントネットワーク社の M&A を本日発表いたしました。NEN 社の M&A については後ほどご説明させていただきます。ジェンダのグループ組織図はご覧の通りです。こちらは今期の売上と償却前営業利益それぞれの内訳です。売上高1000億円のうち、ギーコを中心とした国内アミューズメントで630億円、米国アミューズメントのキドルトンで40億円、プライズゲーム企画の服や卸のアレスで100億円と、ゲームセンター関連事業の売上高は、合計770億円です。今期から連結されたカラオケは200億円、その他事業で30億円です。KPI の償却前営業利益、EBITDA ですけれども、は国内アミューズメントで88億円、キドルトンで6億円、プライズの企画卸で10億円と、合計104億円がゲームセンター関連事業の利益です。カラオケは19億円、その他が7億円です。ジェンダは創業来30件もの M&A を実施してきましたが、その多くがゲームセンター関連の事業や会社で、そこに軸足を置いており、カラオケと合わせて約95%の売上と利益を創出しております。ご覧の通り、5月末時点のジェンダグループのエンタメプラットフォームの数は1998となりました。続いて本日のプレゼンテーションの用紙についてご説明させていただきます。ポイントは4点です。2つ目は決算です。一期決算は結果的に計画対比大幅な上振れとなりました。一期前年対比で売上はプラス106%となる127億円増、KPI の EBITDA 償却前営業利益はプラス49%となる10.8億円増と、非連続に成長しています。通期決算発表時は、前年対比減益予想だった営業利益も、ゲームセンターとカラオケの底堅いオーガニック成長により大幅増益のプラス23%の3.9億円増となりました。2つ目は PMI の進捗です。4月23日にゲームセンターに関する PMI 実績をお伝えいたしましたが、連結開始から間もないキャラクター MD およびカラオケの PMI はゲームセンターを上回る実績となっています。プライズ企画の服屋は償却前営業利益前年同期比プラス142%、プライズ商社のアレスは償却前営業利益前年対比プラス305%と飛躍的な成長を実現しています。
カラオケバンバンはジェンダーグループイン初月にして創業来初の2月単月黒字化に成功し、グループイン1期目での過去最高益達成を確実なものとしています。集客前営業利益も前年同期比プラス85%と各種シナジーが着実に顕在化しています。3つ目は本日発表した M&A についてです。米国のミニロケ事業で悲願であった NEN 社の M&A で合意に至りました。米国ミニロケ数は443箇所から約8000箇所が加わり、ヒドルトンが最も注力していた全米のテナント開拓でのブレイクスルーとなります。NEN が持つ約8000箇所では、米国の旧来的なクレーンゲームを日本風のかわいいプライズに入れ替えるなど、PMI 施策をいくつも予定しています。また、EBITDA 倍率が3.6倍と、リーズナブルな取得価格に加え、全額銀行借り入れによる M&A 資金調達を見込んでいます。4つ目は株主優待の開始です。半年間の保有を条件としたリーゴとカラオケバンバンで使用可能な優待制度を開始いたします。株式分割により、昨日終値ベースで優待利回りは2.5%となります。非連続な株価成長だけでなく、底堅い利回りを確保し、株主層を拡大して株価ボラティリティを下げ、資本コストの低減を期としています。それでは1つ目の決算内容について次のページから詳細をご説明いたします。損益計算書の実績です。まず A の部分。今後もさらなる M&A 活動が見込まれる中、オーガニック成長の実態を乖離する観点で、今回から M&A のデューデリジェンス費用やアドバイザリー費用等の一過性費用を控除した数値も開示してまいります。1級の M&A 費用は2300万円でした。次に B の売上高と償却前営業利益ですが、売上高は246億円で、前年同期比プラス106%。償却前営業利益は M&A 費用控除前で33億円、前年同期比プラス50%でした。これは M&A した会社による連結企業分のみならず、ゲームセンターやカラオケのオーガニック成長や PMI が想定以上に大きく上振れしたことによるものです。その下ののれん償却前当期純利益は M&A 費用控除前で14億円と前年同期比マイナス9%となっています。減益の要因は今期から支払いが開始した法人税によるものです。しかし、C にお示しした通り、下期の利益偏重により通期では24%増益を想定しております。また、実力値の比較の観点で、税引き前、のれん償却前、当期純利益は、通期でプラス62%と全利益指標で最大の成長率となっています。また、B にご参考としてお示ししております、国内会計基準上の営業利益については、当初の減益見込みから一転、プラス25%となっております。ここで、通期業績の見通しについてご説明させていただきます。1級の進捗は非常に順調で、計画対比大幅に上振れし、足元でもゲームセンター、カラオケ、プライズそれぞれ堅調に推移しておりますが、ゲームセンターとカラオケの商戦期である7月、8月の動向を確認するため、現時点では通期業績予想は据え置きといたします。下段で当初の見通しと実績の差分について記載しております。当初はのれん償却費により営業利益は減益を見込んでいましたが、前期比23%の増益、償却前営業利益は増益幅が拡大し49%増となりました。ゲームセンター既存店成長率は1桁前半パーセントを見込んでいましたが、実績ベースでは7%でした。また、プライズゲーム景品関連事業の福屋とアレスは、PMI、シナジーが計画以上に走行し、償却前営業利益は福屋プラス142%、アレスプラス305%と大幅増益でした。
カラオケの既存店成長率はプラス12%とコロナからの戻りが強く、カラオケバンバンとして創業来初の2月単月黒字化に成功しました。PMI が計画以上に走行し、焼却前営業利益は前期比プラス85%でした。こちらは貸借対照表です。現預金は連続的な M&A をしながらも50億円増加し176億円となりました。M&A ごとに資金調達をし、対象会社の現預金が上乗せされたためです。のれんは111億円と純資産213億円の約半分程度で維持しております。NEN ののれんは未確定ですが、約20億円程度の増額を想定しています。有利子負債は足元で400億円弱で、NEN の M&A のための借り入れで35億円程度の増加を想定しています。足元のネットデと焼却前営業利益倍率は1.6倍と、引き続き十分な借り入れ余力を残しています。NEN の M&A は全額負債調達を想定しており、調達後1.8倍程度になる見込みです。0.1倍だった上場時比較で順調に資本効率の改善が進んでおります。続いて前期と比較した焼却前営業利益の増減内訳です。既存事業の10%成長に加え、M&A で50%成長を実現したため、規模拡大による全社コスト増を吸収、前年同期比50%増の利益成長を実現しました。続いて、ゲームセンターとカラオケの前年同期比の既存店成長率の推移です。ゲームセンターの既存店売上は前期比プラス7%と、先ほど申し上げた通り、期初見込みの1桁前半パーセントの成長期待を大きく上回る結果でした。また、コロナからの回復フェーズが続くカラオケは、既存店成長率がプラス12%でした。継続的なコロナ禍からの客数の戻りと、M&A 前対比での客参加低下を決められたここととが主な要因です。次に DX 施策の進捗です。以前もご説明しましたお客様向けアプリ、GIGO アプリ内で展開しているプライスパスの会員数が着実に積み上がっています。プライスパスは月額利用料でプライズゲーム利用券をお得に購入できるサブスクサービスです。サブスクを開始した前後で来店頻度と課金額はいずれもポジティブな効果が見られています。特にライトユーザーは月間来店頻度が60%伸び、課金額は倍以上に伸びています。プライズパス会員の増加が安定的なキャッシュフロー形成に寄与することから、今後も新規会員の獲得に注力します。次にゲームセンター以外の PMI 成果についてお話しさせていただきます。まずはキャラクター MD 領域です。現在のゲームセンターで最も重要なプライズですが、そのプライズの企画販売を行うのが服屋、卸売機能を担うのがアレスです。ジェンダグループのエンタメプラットフォームとの有機的なつながりが、キャラクター MD 領域各社の業績拡大に寄与しています。具体的な PMI 施策をご紹介します。売上向上施策1つ目は、服屋およびアレスのプライス販売量の増加です。ジェンダグループのプラットフォームを活用して販売数量が増大、その結果スケールメリットや交渉力の獲得、新規取り組みなどの事業成長ドライバーを獲得しました。2つ目は取引先と商品のクロスセルです。キャラクター MD 各社や F&B と連携し、各社の既存取引先の紹介や各社商品のクロスセルなどを推進できるようになったことで、一社単独では成し得ない重層的な仕入れ、販売網の構築が可能となりました。三つ目は新たなプライズの開発です。GIGO の店舗運営知見と全国的な店舗網を活かし、共同でプライズのロケーションテストが可能になりました。造語で生まれた新たなアイデアやエンドユーザーの声を反映し、高付加価値のプライズを開発する取り組みを始めています。4つ目は服屋と GIGO の共同店舗開発です。
これまでもギーゴとの共同店舗としてファンファンシープラスの出店を行ってきましたが、グループ会社となったことで、テナント情報や内装関連の知見も共有し、顧客接点強化に向けた新規進出の取り組みをバリューチェーンの中でさらに円滑に進行できるようになりました。5つ目は、アレスのプライズ卸売のチャンネルが拡大できるようになったことです。ギーゴだけでなく、カラオケバンバンや海外を含めた多様な店舗網を持つジェンダグループは、今まで取引がなかったプライズメーカーにとって魅力的であり、取引拡大の余地があります。また、コスト削減施策としても、次のことが挙げられます。1つ目は製造単価の低下です。ジェンダグループ全体で販売ロットを確保できるため、スケールメリットを享受でき、単品あたりの製造単価を引き下げることが可能です。2つ目は、間接機能の集約とジェンダリソースの活用です。純粋持ち株会社ジェンダへコーポレート機能を集約し、販管費用を圧縮しつつ、各社単体では持っていなかったホーム、IT、広報、ブランドクリエイティブ等の機能が共有可能となり、質的にも飛躍的な進化を遂げました。3つ目は、販権許諾の加速です。ジェンダグループ店舗への販売数量の増大や、上場企業グループとしての信用力が得られたことにより、魅力的な販権元からの販権許諾を受けやすくなり、さらに魅力的な商品の提案につながると期待しています。4つ目は、仕入れ先の共通化です。仕入れ関係にあった取引先をキャラクター MD 各社で共通化し、ジェンダグループ参画直後から優良な仕入れ先との取引が実施可能となりました。5つ目は、上場企業グループとしての取引余震の改善です。取引時の余震向上により、本業への集中や事業の効率性向上などの副次的な効果が見られています。これらの施策により、福屋の業績はグループイン前後で売上110%増、償却前営業利益で142%増となっています。また、アレスは売上35%増、償却前営業利益305%増と、ゲームセンターを上回る飛躍的な PMI に成功しました。次に、カラオケの PMI 施策のご説明をします。ジェンダープラットフォームの活用でコスト削減だけでなく売上向上にも寄与する施策が可能です。カラオケの原価利益率は90%で、PMI による利益額、利益率の向上効果は原価利益率70%のゲームセンターよりも高いと考えます。では、具体的な売上向上施策をご紹介します。1つ目は、価格設定の最適化です。一部店舗で適切な料金改定を実施、原価利益率が高いため利益へのインパクトも大きくなります。2つ目は、カラオケ・ゲームセンターの店舗間での販促連携です。ギーゴとカラオケバンバンの近隣店舗で双方の販促チケット配布やポスター掲示による集客増加施策を行っています。3つ目は、カラオケ IP コラボ数の増加です。ギーゴの取引網を活用し、カラオケバンバンのみではできなかった IP の仕込みやコラボメニューの提供による客単価向上を目指します。4つ目は、カラオケ・ゲームセンターの共同出店です。ギーゴとカラオケバンバン、いずれかのみでは出店の検討ができなかった物件への進出が可能になります。今後の出店にご期待ください。5つ目は、カラオケと F&B 事業の連携です。ジェンダグループの F&B 領域の飲食物をカラオケのグランドメニューに追加し、客単価向上とグループ内事業の売上拡大に寄与できると考えています。6つ目は、カラオケの DX です。カラオケバンバンの顧客向けアプリの刷新による顧客満足度向上と、社内向け IT ツールの展開による業務効率化を図ります。次にコスト削減施策です。1つ目は、不採算店舗の閉店です。コロナ禍からの店舗ごとの回復の濃淡を精査し、適切な店舗運営を実施してきました。
2つ目は、カラオケの販促物の制作費の削減です。店舗のポップや装飾といった販促物の制作を外注せずにグループ内で完結可能となったことによるコスト削減が期待できます。3つ目は、ジェンダグループでの消耗品等の共同購買です。消耗品等についてグループ内で契約している既存取引先を相互に紹介する等により価格交渉を実施。4つ目は資金調達コストの低減です。ジェンダグループ余剰資金の CMS 活用により、グループ全体での資金調達コストが削減できます。以上が現時点で実施、あるいは見込まれる PMI 施策です。今後さらなる規模拡大やカラオケ領域でのロールアップ M&A があれば、同様に機器や備品の調達コストの削減が期待できるため、良い案件があれば M&A を検討してまいります。以上の結果、カラオケはグループイン前後で売上12%増、焼却前営業利益85%増と、こちらもゲームセンターを上回る飛躍的な PMI に成功しました。これから導入するシナジー施策もまだございますので、当社の中でゲームセンターの次の規模であるカラオケ事業も成長させてまいります。続いて、本日発表した M&A 案件をご紹介させていただきます。NEN は1995年設立、約8000のミニロケ拠点数を持ち、売上約1億ドル、焼却前営業利益800万ドルの会社です。本件のインベストメントハイライトの一つは、全米のテナント開拓に最も注力していたキドルトンにとって、ウォルモアトなどの大手チェーンに8000箇所もの拠点を有する NEN の獲得が大きなブレイクスルーとなることです。2つ目は、1拠点あたりの売り上げが NEN の約3倍であるキドルトンのノウハウを展開できることです。ジェンダグループの福屋とアレスから日本初のプライズを、中国子会社のウーチャイから筐体を提供し、ジェンダグループ一丸となって日本のかわいいを全面に輸出してまいります。次にバリエーションについてです。本件はキドルトンの創業当初から候補先として検討を重ねてきており、当社側からの働きかけによって成就した夢のディールです。また、NEN は設立29年、67の少数株主がエグジットを模索する状況であったため、結果的に魅力的なバリエーションで合意できました。企業価値は2900万ドル、EV/EBITDA 倍率は実績値ベースで3.6倍という価格で、かつ全額銀行借り入れでの調達を見込んでいます。株式数は増加させず、利益が増加するため、ジェンダーのキャッシュ EPS は一方的に増加します。インベストメントハイライトの詳細をご説明します。NEN はウォルマートやデニーズといった大規模なチェーン店との取引があり、これまでキドルトンが有していなかった新たな取引先への拠点も獲得できます。また、全米中にネットワークができることにより、営業のカバーエリアが爆発的に拡大します。NEN はテキサス州だけでも1100カ所以上のミニロケ拠点を有するなど、圧倒的な規模を誇ります。この営業拠点数に加え、全米にわたるメンテナンスネットワークも有することから、キドルトンのメンテナンス体制も効率化される見込みです。さらにキドルトンは日本風の可愛いデザインのプライズを福屋やアレスから仕入れ、筐体は中国子会社のウーチャイから仕入れています。NEN が持つ巨大なネットワークに1拠点あたりの売り上げが NEN の3倍であるキドルトンのノウハウを組み込み、日本の可愛いを全米に展開していきます。以上のインベストメントハイライトをまとめると、売上向上施策の1つ目はプライズの調達です。ジェンダグループだからこそ仕入れられる日本のかわいい景品を全米約8000拠点に展開することで売上向上を目指します。2つ目はゲーム機のクオリティ向上です。クールなデザインの筐体に入れ替えることで、店内の雰囲気が向上し、お客様に喜んでいただける体験を提供できます。
3つ目は DX の水平展開です。ジェンダのテックチームを活用したデジタル展開の加速にも期待できます。一方でコスト削減策の1つ目は、ゲーム機の調達コストの圧縮です。ジェンダグループの中国現地法人から購入することでコストメリットがあり、かつ機動的な対応が可能です。2つ目はメンテナンスネットワークの拡大です。NEN が有する全米をカバーするメンテナンスネットワークを活用した効率的な修繕体制の構築が可能です。3つ目は営業体制の効率化です。自社スタッフにより各拠点を網羅する NEN の強固な営業体制と、パートタイマーを中心とするエリア統括スタッフを配置するキドルトンの柔軟性を組み合わせ、各拠点に合わせた最適な管理体制を構築します。以上が NEN に関するご説明でした。最後に本日発表いたしました株主優待制度についてご説明させていただきます。B2C ビジネスであるエンタメプラットフォームを活用した株主優待について、様々な観点で検討をしてきた結果、ティーゴグループのお店、およびカラオケバンバンでご利用いただけるクーポンを配布する株主優待制度を開始することといたしました。対象は継続して6ヶ月以上保有する方とし、優待利回りは昨日の終値ベースで2.5%となります。非連続な株価成長だけでなく、底堅い利回りを提供し、株主層を拡大して株価ボラティリティを下げ、資本コストを低減することを期としております。なお、初回の優待の権利を保有するには、2024年7月29日までに当社株式を100株以上保有いただき、2025年1月29日時点でも継続的に100株以上保有していただくことが条件となります。以上で2025年1月期第一四半期決算説明とさせていただきます。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。